生まれました。山形はこの競り合いから小倉がまずはワンタッチで入れます。ここです。そして川西が走り出して後ろから来ているロメロ。ロメロの5月10日以来のゴールで山形が先制。相手キーパーに2度当たったかというシュート、ロメロに2回当たったか、そんなところでした。気持ちでねじ込んだロメロのゴール。